14日日曜日午前10時。お昼12時30分になりました。 FM 岡山ハミアミ ST48、 こんにちは、 ST48 岡山県出身の沖優香です。そして今週もこのメンバーとお届けします。広島県出身、矢野穂乃香です。よろしくお願いします。はい、広島と FM 岡山を結んだリモート収録、今週のオープニングはほのたんさんセレクトのナンバーでスタートです。セレクトのテーマは、はい、雨の日でも気分が上がりそうなナンバーです。お、楽しみですね。はい、それではタイトルコールいきましょう。萩原工業プレゼンツ、はみ出せ、はみ出せ STU48。 この番組は萩原工業の提供でお送りします。オープニングは雨の日でも気分が上がりそうなナンバーというテーマで、YOASOBI さんのハルジオンでした。はい、この曲を選んだ理由は、もうイントロからこう引き込まれるこうメロディーと、もう歌声がとっても素敵で、こう澄んだこう歌声がストレートに素敵なこう歌詞と一緒に入ってくるっていうのが、うん、とってもお気に入りの曲で、ぜひ皆さんに聴いてほしいなということでおすすめします。これは絶対に気分が上がると思います。お、ぜひ聴いてみてください。はい、ゲストメンバー矢野穂乃香さんセレクト曲でスタートした FM 岡山ハミアミ ST48。 改めまして DJ の沖優香です。放送は6月半ばですが、収録しているのは緊急事態宣言が解除されたばかりということで、穂乃香さんは最近何をして過ごしていますか？お家でですね、筋トレしてます。お、いつもしている筋トレを。そう、ストレッチとかは欠かせないですね。やっぱ引き締まりますか？引き締まりますね。まあやっぱりこう公演だったりライブ、レッスンが、できなくなってる状況で、体を動かそうっていうことで筋トレします。まああとは家にいるので掃除。ああ、掃除、ね、はかどります。でも確かに音楽とかかけながらしたらね、やる。このタイさん、なんかあの前なんか近所の外国人がなんかかけてる音楽に合わせて掃除するっていう。そうなんですよ、住んでて近所にあの外国人の方が、結構歌うんですよ、大きな声で。窓開けて掃除してたら聞こえるから、こっちもまあちょっとねノリノリになって掃除機とか。あ、いいですね。なんかいいです、いいです。家にいても楽しめるって感じで。楽しめます。私はもうもっぱら本当に自粛じゃない、なんて言うんですか、あの自炊してます。自炊ね。そうなんだ。自粛。何を作る？あ、昨日豆腐ハンバーグ作りました。最近ダイエットしてて、そのダイエットっぽい。でも全く美味しくないんですよね、私。本当にどうしようって感じで。豆腐ハンバーグが美味しくないってどういう？もうすごい、あの水ハンバーグみたいな感じで、ゆるくて種が。そうなんですね。まあでもこの期間で頑張って、うまくなればいいなって。うまくなってください。はい、思います。リスナーさんからも、この期間をどんな感じで過ごしているのかメッセージが届いているのでご紹介したいと思います。はい、私のおこもり日記。私最近朗読配信を始めたんですけど。知ってるよ。お、嬉しい。好評ですかね。はい、はい、まあ、将来は声のお仕事にも挑戦したい私、沖優香があなたのおこもり生活の日記を感情を込めて読ませていただきます。お、楽しみ。感情を込めますね。うん、はい、まず1通目、ラジオネーム高知のソルちゃん、16歳の女性からいただいたので、ちょっと JK 風にちょっと読んでみたいと思います。お願いします。はい、じゃあいきますね。5月12日、私のおこもり日記。私はこもってる間にやってる和太鼓が休みなんで、家で練習してピアノとか太鼓とかドラムとか歌とか繰り返し練習してました。 PS、 おきちゃん好きです。ありがとうございます。ありがとうございます。若い JK、 JK のイメージ多分偏見がすごいのかな。かこういう JK しか知らない。若々しい女の子のちょっと昔のギャルが。そう、おこもり日記って感じかと思ったら和太鼓がみたいな、そういう感じで。私の JK 情報がちょっと古かったんですか。ね、すごいですね、和太鼓やってるっていうのは。家でやってるのかな。でも練習してるんだ。しかもピアノも太鼓もドラムも歌ってすごい音楽、ね、絶対このソルちゃんバンド系 JK。 あ、じゃあその読み方合ってたかもしれない、ね、ワンチャン合ってたかもしれないですね。はい、続きまして、東京都ラジオネーム逃げ出したうさぎさんからいただきました。はい、この方はお父さんっぽいのでちょっとお父さんらしく読みたいと思います。します。5月、あ、ちょっと待ってください。
ちょっと今恥ずかしかったですよ。めっちゃ恥ずかしい。今顔真っ赤。5月、うん、ちょっと待ってくださいね。もう一回いいよ。いとこへ失敗しましたね。お父さん分かんないもんね。そうですね。ちょっとイケボで。イケボでお願いします。はい、行きますね。5月5日火曜日、子供の日なので8歳の息子のために五月人形を飾りました。生まれた時にこの子のおじいちゃんが買ってくれた子供武者の人形です。近年は実家に帰省していたので飾っていませんでしたが、今年はステイホームなので久しぶりに飾りました。息子も喜んで人形を眺めていました。撮影した写真を実家の両親に送ったら、孫の元気な姿を見て喜んでました。うつうつとした気持ちが少し晴れた一日でした。ありがとうございました。ヒロシですの気分で読んでた。あの内容があんま入ってこない。私も入ってこないし、暑いし、もう暑いお父さんの感じでも出てた。出てました。ちょっとおじいちゃんになっちゃった。確かにもう浸りまくってましたね。よかったです。すごい五月人形を飾ったらしいです ね。息子も喜んで人形を眺めていました、ね、生まれた時に買ってくれて8年かな。うん、そうですね。すごいよかった。うつうつとした気持ちが晴れた一日、ね、おじいちゃんおばあちゃんもね、写真も送ってもらってすごい喜んで、うん、この逃げ出した、ね、うさぎさんも多分そうって、このメールの内容をリスナーさんがちゃんと理解できたかがちょっと不安なんですけど、ね、すごいいい話を、いい話でした、送っていただきました。はい、じゃあ最後にもう一通紹介したいと思います。ラジオネームとりあえず自宅警備員さんからいただきました。はい、この方ちょっと私のファンの方らしいんですよね。なのでちょっと私のファンの方っぽく読みたいと思います。お願いします。小杉翔、とりあえず七並べでオキポと遭遇を試みる。その後二度寝、七時チャージされたハートを再び並べる。その後三度寝、十時朝食を取りネットで出演のコメントアニメや映画を視聴中。昼食後、午前と同様ひたすらネット。夕食後、ひたすらネット。21時、ゴールデンベッドタイムでオキポとの遭遇を待つ。23時、オキポのショールーム視聴。1時就寝、ファンをおしまいに煮ます。これ怒られない？これ大丈夫です。大丈夫？起きたのはみんなこういう喋り方ってことかな。いや、あのね、意外とね、うん、あの普通の方が多いんですけど、なんだろう、こういうコメント欄になると、うんうん、ちょっとオタク化するイメージがあるんで、なんかちょっとどっかさ語尾ドゥフって言ったよね。これはオリジナルアドリブですね。とりあえず自宅警備員さんがドゥフっていうか分かんないけど、この方の生活がすごい、もうそうね、自宅警備員だったのでいいですね。でもお家で過ごす、そうですね、ありがたいですね。こんなになんか、うん、朝から1時まで私のためを思って起きちゃんって感じ、こんなにふざけた読み方をして申し訳ないです。いや素敵でしたよ。ありがとうございます。はい、はい、以上今週は私のお困り日記でした。そろそろお別れの時間です。瀬戸マイクリーダー代理、私の朗読の感想をどうぞ。あのこれめっちゃいいと思います。お、これ初めてですよね。初めてやりました。多分リスナーの方も好評ってなると思うよ、うん、本当に私ちょっと炎上しないかちょっと心配になって。最後絶対大丈夫、これまたやってほしい。気に入りました。やったー。じゃあこれもコーナー化するかもしれません。はい、はい、今日の放送内容はオンエア後に番組ブログで公開します。広島での私たちの収録風景も掲載しています。この放送をもう一度聞きたい方はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内なら聞くことができます。そして番組ツイッターでは次回のゲスト情報、募集中のメッセージテーマ、7月に発売予定の萩原工業さんと STU48 のコラボグッズ養生テープの情報もアップしていくのでチェックしておいてください。萩原工業プレゼンツ、はみなせあみなせ STU48、 STU48 の沖優香と矢野ほのかでした。バイバーイ。この番組は萩原工業の提供でお送りしました。